それから動物もこうさまざまなものを描いていたものから特定のまあ,あの神話の中でま大事な役割を果たすような動物に集中をしていくというような変化がございます。左上にあります。まあカエルでございます。カエルもま中国の歴史的な神話では月と関わるような重要な役どころを果たすものであります。それから掃じて 玉、日本では翡翠の仲間というふうに考えていただいてもいいかと思うんですが、まあ翡翠に近い素材なのですが玉を使ったさまざまな文化というものがこれが東アジアの思想をこう道具として表現する中において大変重要な役割を持ち、えー、つい最近まで玉というものが大切なお守りのような存在として使われてきております。まあ、それのの走りがこの 新石器時代の初めの頃の中国の玉文化に見られるというふうに考えられます。